イタリア文化会館イタリア文化会館はイタリア外務省の機関である。イタリア文化の普及と他国との文化交流を目的とし世界90カ所で活動している。日本では東京の球団下及び大阪の中の島に拠点を置いている。ここでは日本のイタリア文化会館について説明する。三井家の三井かやがイタリア政府に 東京都千代田区三番町の所有地を寄贈し、日独遺三国同盟が結ばれていた1941年に開設された。しかし1943年に第二次世界大戦においてイタリアが連合国に降伏し、同盟関係が解消されたために活動の中断を余儀なくされた。さらに建物も1945年3月の 東京大空襲によって消失した。1959年に活動を再開し、翌年には新たにホールが建設された。その後建物の老朽化が進んだため新築することになり、2005年に現在のビルが完成。地上12階建てのうち文化会館が使用しているのは5フロアで他は貸しオフィスとなっている。かつて西部百貨店が本社事務所を置いていたことがある。 1978年、京都市中京区三条町に、イタリア文化会館京都が開館。2010年に、京都から大阪、中野島の朝日新聞大阪本社ビル内に移転し、同時に、イタリア文化会館大阪と改称した。横浜にも、イタリア文化会館横浜校としてイタリア語学校を、置いている。2005年に竣工したイタリア文化会館ビルは、イタリア人建築家、 ガイアウレンティの設計による地下2階、地上12階建て。ビルの壁一面が赤色で塗装されているため、建築当時、公共周辺の景観を破壊するとして、議論を呼んだ。ありがとうございます。